おいおいおい、いつの間にこんな豪華なマンションに引っ越したんだぜ。行ってくりゃすぐにでも遊びに来てご馳走されてやったのによ。はぁ、これだからマリサには言いたくなかったんだよ。と言いつつも私が遊びに来て嬉しいくせによ。にしても腹減ったな。おい、この近くに餃子屋はねえのか。それ以上は言うな、スカブロの確定演出だ。にしてもお前よくこんな高そうなマンションに引っ越せたよな。そんなお金一体どうやって手に入れたんだ。なあ、に大したことじゃないのよ。道に3億落ちてたから拾っただけ。もしもし母ちゃん、私の友達が犯罪者なんだけど。母ちゃんに報告してどうすんだよ。私の母ちゃん警視総監。マリサ、そろそろ家欲しくない？てかしっかりテロップ入れとけよ。それで今日は何しに来たの？わざわざ遊びに来たわけじゃないだろうし。そうそう、最近とある町の噂が広まってるみたいでな。私も気になったからぜひ霊夢にも伝えてやろうと思って。とある町の噂？その町は通称人間のいない町って言われててな。その名の通り人間が誰一人住んでいない町なんだぜ。なんで人間が住んでないの？さあな、なんせ情報が少ないからなぜ人間が住んでないのかはわからない。しかし実際に町に訪れた人々はみんな口を揃えてこう言うんだ。あの町には化け物がいる。ってな。なるほど、確かにそれは気になるね。だろ？お前ならそう言ってくれると信じてたぜ。でもこの噂話がどうかしたの？ほらお前の分だぞ。もしかして今から行く気なの？私は絶対行かないからな。私の母ちゃん警視総監、喜んであなたの肉壁となせていただきます。ワン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 。後にこの選択が自身の首を絞めることを、この時の彼女らは知る由もなかった。はぁ、絶対そんな街ろくなこと起きないって。ほらもう目的地まで着くんだ。今さら文句言ったところで仕方ねえだろ。おい、もう帰ろうぜ。たけしフラグやめたれ。クローゼットの中で障害を得た方がマシ。ってなになになに。ほらフラグ立てるから飛行機墜落しそうになってんじゃねえか。なんでや、たけしぶん殴るぞ。今世界で一番かわいそうだな、たけし。待って待って待って、私ただ3億円拾っただけなのになんでこんなことするの。お願い、明日500円募金するから墜落。もうやだ、お家に帰りたい。というわけでどうもどうも、早速状況が絶望的ですけど、マリサこれどうするんです？幸い例の町のすぐ手前の森で墜落したみたいだぜ。このまま使えるもん集めて町に向かうとするか。頭打ったせいか視界がグラグラする。とりあえず墜落記念に軽く乾杯言っときますか。なんでこの状況楽しめてんだよ。お前の中のたけしどこに行ったんだ。とりあえず回収できるものは全部できたかな。ふむ、多少の食料にライター、本ぐらいしか目ぼしいものはないか。序盤で食料ゲットはぶっちゃけありがたいけどな。ん？これは？そうだ、やっぱこれ発煙筒だよ。おお、こいつがあら上空から私たちを発見しやすくなるな。とは言ってもこんな場所じゃそもそもヘリ飛ばないだろうけどな。時間制限付きだけど明かり代わりにもなるみたいだから使いどころはありそうだよ。それで街に向かって進んでみますか。まったくマリサと関わってるとろくなことが起きないよ。確かに私が行く先何かしらのトラブルが起きるんだよな。飛行機なんかも乗ると毎回必ず墜落するし。墜落したのおめえのせいじゃねえか、たけしに謝れ。お、マリサ目の前に一軒家があるよ。ちょうどいい。私もさっきから視界が安定しないから今日はそこで一夜を明かそうぜ。ダメだ、この家玄関がバリケードで塞がってて入れそうにない。勝手に人様ん家壊しても叱られそうだし。そういうところだけは常識あるんだな。仕方ない、貴重な発煙筒使うか。なんだ発煙筒でどうするつもりだぜ。まずは玄関前にぶん投げてっと。火事だー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 。取り残された方はいらっしゃいませんかー。緊急事態のため強行突破させていただきますね。大丈夫ですかー。ふう、これで無事侵入できましたね。さすがこの手に関してはプロだなおめえ。まるで空き巣常習犯みたいな言い方やめていただけます？お、チェストがある。せっかくなのでいただいていきましょうか。おう、どれも今の私たちにはありがたい物資ばっかりですね。初めて見るアイテムばかりなんだぜ。でも武器と食料がもう少し欲しかったな。とりあえずマリサにも半分物資あげておくね。これバリケードだって。お、こいつがあらセキュリティ対策バッチシだな。このバリケード羊で作られたんか。いいですか、落ち着いてよく聞いてください。これは統合版です。つまり見て見ぬふりをしろってことだな。理解。おおよそアイテムの使い道はどれも分かったけど、強いて言うならこの雪玉瓶は何なんだろう。名前とアイテムが一致してねえからただの雪玉じゃねえことは分かるが、まあ物は試しってことで。おーい、そのサッカーしようぜ。よーし、お前サッカーボールな。マリサー、どうやらあの雪玉爆弾だったみたいですね。おーよかったな、私の命一つで使い道が分かってよ。マリサの命が軽くてよかった。私の母ちゃん警視総監、マリサの命が私の宝物だよ。一夜過ごして朝になりました。昨夜は暗くて街の様子が分からなかったが、どうやらここが私たちの目的地で間違いなかったみたいだぜ。ここが人間のいない町か。確かに人の気配が感じないな。でももしかしたらひっそり暮らしてるかもしれないし、生存確認という名の物資回収と参りましょう。先生、あちらの方は物資に入りますか。欲しいの？ねえ、あれ欲しいの？ってどう見てもあいつゾンビじゃねえか。マリサ絶対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 。おい、霊夢どうするんだこいつ。おい、何してんだ、私を助けろ、肉壁だろ。大変、私のご主人様がピンチだ。マリサ危なー。ご主人様三度目はお前の臓器売り飛ばされると思え。まあまあ、そんなわざとじゃないんですし、爆弾も半分あげるからチャラってことで。あ、靴舐めさせていただきます。なるほど、大体この町のことが分かってきたぞ。ほう、それは一体？まずこの町が人間のいない町と呼ばれたのは単に人間がいなくなったんじゃない。住んでた人間が全員ゾンビに食われちまったからだ。つまりこの町は大量の
のゾンビで溢れ返ってるってこと？事前に仕入れた情報によるとこの町はかつて人で溢れ返ってたみたいだ。へえ、そこそこ規模が大きい町だったんだ。というのもこの地域は鉱石採取が盛んに行われてたらしくてな。そのために人が集まってたみたいなんだ。ふむふむ、なるほど。つまり町の人口が多い分ゾンビさんも大量にいらっしゃるのか。そうなんだぜ。だから私たちものんきに観光巡りしてる場合じゃねえんだ。じゃあこれから私たちはどうする？ヘリも墜落しちゃったし、あたりは海に囲われてるから簡単には脱出できなさそうだけど。そこなんだぜ。だから私たちの目的はただ一つ、この町から脱出することだ。ついでに町の様子も調べつつ脱出の手がかりを探そうじゃねえか。なるほど、把握した。でもそもそもマリサが誘わなかったらこんな目に遭わなかったんだからな。ねえ聞いてんの、マリサ。ちょっとマリサ太りすぎ、脂肪燃やしとくよ。どうやったらそいつを私と見間違えんだ、ボケが。お、こいつら倒すとアイテムドロップするみたいだね。食料か武器落としてくれたら助かるけど。わーい、クマさんだ。食料を求めて町に降りてみましょうか。とは言ってもまだ町の様子確認できてないから遠くには進めないけど、この町にスーパーとかあればそこに食料たんまり置いてそうだよな。あったとしても果たして無事にたどり着けるかどうか。あ、そういえば私たちが一夜過ごしたあの家に軽トラが置いてあってね。どうやらその軽トラ乗れるみたいなんです。おい、なんでそんな大切なこと先に言わねえんだよ。そいつがあやらくに町探索できるじゃねえか。ただ動かすにはどうやらバッテリーと燃料が必要みたいなんだよね。つまり結局はこのまま歩きで探索を続けるしかないのか。私も歩きたくない。家でスマホいじってゴロゴロしてたい。もうめんどくせえな。ここがガソリンスタンドで、いやごめんください、ガソリンくださいな。てめえのわがままで自宅ガソリンスタンドにされる家の持ち主に土下座しろ。ダメだこのガソリンスタンド、燃料が何一つなかったぞ。燃料はいらねえから最低限の物資を集めろや。今は生きるのでいっぱいなんだからよ。お、もしかして店員さんかな。もしもし、燃料が欲しいんですけど。おい待て、今爆発物投げてこな。最近のガソスタ店員物騒すぎだろ。ただの自宅ガソスタにされた恨みだろ。おい、なんだこの化け物、空飛んでるんだが。なになに、さすがにゾンビが空飛び出したら世界終わりでしょうが。でっかい画家なんかと見間違えたんじゃないの、この世界終わった。ここまで来たら私も世界滅ぼしたい。え、明らかにゾンビ以外の化け物も混ざってんだけど。そういえばお前さっき爆弾投げてくるゾンビにやられたっつってたな。現在進行形でやられてますね。どうやらこの街のゾンビは私たちの知ってるゾンビとは違うみたいだ。確かに爆弾を投げてくるあたり多少の知性があるように感じるけど、こいつら空も飛んでくるあたり何らかの背景で突然変異引き起こしたんだろうな。ってことはまずいな、他にも突然変異を起こしたゾンビがいるかもしれないのか。街からの脱出がほぼ不可能レベルだな。このシリーズパート100超えるってマジ？大変、夜になったらゾンビどもが急激に強くなりやがったぞ。ゾンビが夜になると凶暴化するってのは聞いたことがあるな。となるとここは一旦この家で一夜明かす方が賢明か。マリちゃん、ただいま今帰ったわよ。マリちゃん、玄関塞がってんだけど。アースマン、お前の存在忘れてたぜ。もう少し友情大切にされてはいかがですか。あれから一夜を過ごし、アイテム整理をしているところです。まあ探索でゴミだけがどんどん溜まっていきやがるわ。おい、レイムチェスト作っておいたぜ。お、それはとても助かりますね。それでマリサ、チェストはいずこに。ほらここだぜ、ここ。なんだ、ついに幻覚見え出したか、このバナン。おい、なんだこの隠しチェスト。この世界どうやらバニラのチェストが反映されないみたいだな。ただ機能はしっかりしてるみたいだし、まあこれで十分だろ。強いて言えば毎回宝探しゲームが始まることぐらいか。わあ、ゲーム要素満載だね。やっかましいわ。さて、朝になったし探索再開と行きますか。とその前にずっと気になってたんだけど、マリサ、この段ボールってなんだと思う？そういえば空き家の至る所に設置されてあったが、ワンチャンこれ壊したら物資出てくるとかないかな。確かに何かしら入ってそうな雰囲気ではあるな。ただの段ボールでした。ただの置物やないかい。いや待て、この段ボールの秘密を見つけちまったぜ。何、もしかして実は重要アイテムだったとか。こいつ頭にかぶれるわ。お、楽しそうでよかったな、燃やしたろか。ということで今回はここまで。さてさて、いかがだったでしょうか。また引き続き私とマリサでシリーズ続けていくから、よかったら最後まで見てってね。ちなみにこちらのアドオンは統合版のマーケットプレイスで購入できますのでご参考に。ただ本来はアドベンチャーで楽しむものなので、そこだけ注意してください。それではここまで。めぼしいアイテムが入ってないな。マリサどう？そっちなんかいい物資見つかった？車のおもちゃ。というわけでどうもどうも。前回に引き続き空き家の探索を進めているのですが、まだこれといった物資を確保できてない状態です。そもそも武器も食料もねえ状態で探索なんて自ら食われに行くもんだぞ。私たちが食料だったってこと？化け物の胃袋ってクーラーついてんかな。化け物の胃袋で快適ライフを送ろうとすな。見て見てマリサ、あの家とかいい物資置いてありそうだよ。ここら辺一帯は高級住宅街みたいなもんか。くんかくんかくんか。む、ここからでっかいお宝の匂いが。マリサ、センサーが働いたってことは間違いなくここにお宝が眠ってますね。私の嗅覚さえあれば世界平和もなんのその。すげえな、さっさと世界中嗅ぎ回ってこい。どうやらお宝はこの奥にあると私の嗅覚が言ってるぜ。なんだろう、強い武器かな、大量の食料かな。さあお宝ちゃん、その姿を見せてちょうだい。でっけえ腐肉じゃねえか。すまん、私の鼻だけゾンビウイルスにかかったみてえだ。住宅街を離れ町の中心部を探索することになりました。中心部に近づくほど化け物の数も多くなってくるからな。急いで武器を調達したいところだぜ。私なんか野球ボールしか使えそうな武器持ってないからね。うわ、こんなところに野生の鹿が。なんだこいつ、可愛い顔しやがって。この残酷な町の中で唯一の癒し枠なのかもしれませんね。貴様さては今やっぱりしてたな。ここは発電機がある場所かな。なんだ発電機をどうするんだぜ。実はですね、この街に来てから色々調べてみたんですけど、どうやらサブクエストというものがいくつも存在してまして、積極的に進めていくと後々有利になることが起きるみたいですね。例えばこの街に2カ所あるラジオ塔、このラジオ塔を修理すると救援物資が降ってくるとかなんとか。なんだそいつは、とても助かるな。救援物資降ってくるとか、まさにうってつけのシチュエーションじゃねえか。
マリサ実はこの状況を楽しんでない。昨夜はワクワクして寝れなかった。修学旅行前の中学生か。じゃあこの発電機に燃料を入れるとどうなるんだ。近くに電力が供給されて鍵のかかったドアが開くようになるのかな。そいつは燃料と発電機見つけたら積極的に稼働させなきゃな。ほいさっと。よし、発電機が動き出したぜ。この街にあと5つ発電機あるみたいだけど、これは見つけたらラッキーの感覚で行きましょう。やだ、全部の発電機回るんだよ。タンプラリーじゃねえんだからよ。なんだこの建物、街の中でもひときわ目立ってますね。おい、今入り口の看板見えたんだけどよ。どうやらここ崩壊前は学校だった建物らしいぞ。ほんとだ、中庭に公園らしきものが作られてますね。老朽化した建物を見てると改めてこの街が滅んだことを実感させられるな。にしてもなんで私たちが毎回訪れる先って崩壊してんだろう。それコメントでも言われてたぞ。どうすんだ、そのうち私たち崩壊させすぎて世界の崩壊神とか言われだしたら。コナン君より特級呪物じゃねえか。コナン君を特級呪物扱いすな。お、ここランチホールだって。マリサ、ワンチャン食料ありそうだよ。いった、何しやがるマリサ。マリサうわぁ、マリサが特級呪物になっちゃった。生きてたんかわれ。お前は私を何と間違えたんだよ。今マリサが殴ってるその子。世界滅ぼす前にお前の人生ぶっ壊してやる。なんとか生きて最初のお家まで戻ってきました。こんな物資枯渇してる中で学校なんか探索するんじゃなかったな。なあ、今私たちが足りないものって武器や食料ももちろんだがよ。私たちまだ帰る場所なくねえか。そういえばお帰りを言う場所がどこにもなかった。そこで一つ提案なんだが、私たちが最初に一夜過ごしたこの家、ここを活動拠点として利用するのはどうだろうか。確かにベッドもあるし活動拠点としてはうってつけかも。都心部からも離れているから大量の化け物に囲われる心配もないしな。よし決めた。ここをキャンプ地とする。無事活動拠点が決まったから、ここが拠点と分かりやすい目印になるもの作りたいな。でも現段階じゃ何にも作れなさそうですね。おい霊夢、ちょっと見てくれだぜ。何、どうしたのマリサ。どうだこの服かっこいいだろ。なんて言えばいいんだろう。ウォーキングデッドに出てきそう。それじゃちょっと私はこの拠点周辺の安全確認してくるよ。気をつけろよ、外には危険がいっぱいだからな。そうだ、お前が無事に帰ってこれるように私のお守り渡しておくぜ。ほら車のおもちゃだ。マリサありがとう、必ず生きて帰るから、それまで代わりに私のクマさん持っといて。前回手に入れたバリケードを周辺に置いてみたんですけど、どうやらこのバリケードはただの一時しのぎしかならないみたい。確か化け物がバリケード壊してるところも見たから、もし安全対策するとしたらフェンスの方がいいかもですね。よし分かった、ここからは役割分担といくか。私はこの拠点の安全面を強化しておくから、霊夢は木材や食料武器の物資を集めてくれだぜ。オッケー、ということでしばらくは私の単独探索パートですね。一人で町に行くのは危険なので、町外れの豪邸に向かいます。こんちは、冒頭でーす。お、ちょうどこの家の床木材じゃないですか。せっかくなのでこちらの床全部いただいてきますね。あら、ご丁寧にお宝までありがとうございます。この家の方泥棒にお優しいですね。日頃から泥棒に備えて準備してくださったのかな。もういっそのこと家ごと盗んだろうかな。あら、お父さんこんにちは。こんなところにお宝チェストが。どれどれ何が入ってるか。大収穫、ただいまマリサ持ってきたよ。落ち着け霊夢、頭おかしくなってんぞ。まあ随分遅かったじゃねえか。それで一体何をゲットしてきたんだ。バッテリーという名のブレイズパウダーですね。落ち着け霊夢、頭おかしくなってんぞ。いや、これに関しては私正常。これでようやく前回見つけたこの軽トラを動かせるようになりますよ。ピックアップトラックでしたねこの子。なんだと、そいつが過ちも探索できるじゃねえか。よく見つけてきたな霊夢。食料とかはなかったけど、これだけでも探索した甲斐がありましたね。朝になったので早速乗ってみましょうかね。これで右クリックすればいいのかな。おすごいすごい、ハンドルとかかなり細かく作り込まれてますよこれ。マリサ、せっかくだし街の様子見にドライブに出かけない。お、いいな、行こうぜ行こうぜ。それじゃドライブの旅出発。そうだ、せっかくのドライブなんだ、 BGM かけようぜ。ミセスノアオトナツと。おいバカ、著作権で消されるだろ、フリー BGM にしろ。じゃあもうこれでいいや。こうして走ると改めて街の広さを実感するな。さすがに私たち二人だけでこの街全体探索するのは難しそうだぜ。それでマリサは私の探索中何か収穫はあったの？そうそう、霊夢が探索中拠点の安全確保を進めていたんだが、どうもこの世界の化け物は私たちの知ってるゾンビとは違うみたいだ。というと？私たちがいた世界のゾンビって日光で燃えたり、一定数の広さ、明るさで自然湧きしたりと規則性があるだろ。だがこの世界の化け物は明るさ関係なくスポーンしてるんだ。確かに日中でも関係なく街中うろうろしてるもんね。つまり私たちの常識じゃ通用しない相手ってことなんだ。つまりバニラ世界での湧きつぶしがもしかしたら効かないってこと？まだわからんけどな。だから私たちが生き残るにはまずはこの世界の化け物の実態を調査する必要があるぜ。BGM で話入ってこねえよボケ。まあとりあえず柵で囲っとけばどうにでもなるでしょ。あとは効果あるかわからんが、カーペットと明かりで拠点周りは湧き潰ししてみるぜ。だからもし探索中にカーペット見つけたら積極的に集めてくれ。オッケー、把握した。てかなんだこの山頂に続く階段。たまたま車で通りかかって偶然見つけたんだけど、明らかに怪しいよね。もしかしたら脱出の手がかりがあるかもしれないぜ。せっかくだし行ってみるか。家が一軒ポツンと建ってるだけかな。こんな山奥になんで一軒だけ建っているんだぜ。ポツンと一軒家に応募してみっか。
中も他の建物とは明らかに違う作りになってますねこれ。一体何なんだこの小屋は。下の階は謎のリュックとテーブル。誰かが暮らしてた形跡もなさそうだな。とりあえず暗いからろうそくに火つけとこ。ごめんマリサコの家燃えるかも。なるほどマリサコの小屋が何なのかわかったよ。ここはどういう場所なんだぜ。まあいわゆるセーフハウスみたいですね。どうやら指定されたアイテムをここに持ってくると家具とか置けるみたい。へえ隠れ家的な場所か。最悪こっちに引っ越すのもいいかもな。あとはこの下の階にあったバックパック。これどうやら私たち背負えちゃうみたいですね。何もしかしてアイテム持ち運べるのか。チェスト1個分のアイテムを持ち運びできるらしいよ。そいつはありがたすぎるぜ。でどうやって背負うんだこいつ。よっこらショット。なるほどコツさえつかめば簡単に背負えますね。あらやだかわいい。おい霊夢ばっかずるいで私にもおんぶさせろ。親戚の赤ちゃんか。ほらマリサやってみな。こうすればいいのかな。なんだてめえ私の背中が汚ねえってのか。ということでカーペット集めつつ今回はここまで。さてさていかがだったでしょうか。未だに脱出の手がかりをつかめていませんが果たして無事にこのシリーズ完結できるんでしょうかね。私はなんだかんだ満喫してっから別にこのまま暮らしてもいいけどな。チャンネル的にアウトなんだよ。それでは今回はここまで。よしよし物資集まってきたな。霊夢そっちの様子はどうだぜ。結構食料見つかったから2、3日はこれで持ちこたえれるよ。なんだこのクラフトテーブル。この世界限定のクラフトレシピがあるんだけど。おうなんだもしかして武器とか作れるのか。火炎瓶やトライデント、弓とかも作れるみたいですね。このアイテムはなんだ。マリサ朗報この世界エリトラまで作れちゃうよ。そうかエリトラ作れるのか。そいつで飛べば脱出できんじゃね。はいはいどうもどうも。エリトラが街の中でしか飛べない事実を知り悲しみに浸ってた霊夢さんです。お前人生で悲しんだ経験ねえのか。そもそも街の中でしか飛べないって初耳なんだが。ふう仕方ありませんね。マリサにはエリトラで脱出できない本当の理由を話しましょう。おうなんだ詳しく聞こうじゃねえか。実はマリサの体重じゃエリトラちゃん飛べないって言うんで。シカちゃん将来合コン開く機会があったら女の子に体重いじりしちゃダメだからね。じゃないと私みたいに顔のパーツ何個か消えるから。私の体重リンゴ3個分だもん。どこのキティちゃんだてめえ。でも安心してよマリサ。なんと私探索中に脱出の手がかりを見つけてしまったんです。エリトラじゃなくて一回脳内辞書からエリトラだけ消してもろて。確かこの辺にあったはず。あったあった。マリサあれなんだと思う？あの形ってもしかしてやっぱりこいつはヘリじゃねえか。具体的にはドクターヘリだけどね。こいつでこの街から脱出しちまおう通作戦ですよ。だがこのヘリは動きそうなのか。そう問題がそこなんですよね。どうやらこのヘリ壊れてはないみたいなんだけど、ただヘリの部品がいくつか足りてないんだよ。つまり脱出するためにはまずこれからヘリの部品を集めないといけねえのか。部品は最低でも5つ。これだけ街が栄えてたらきっと街のどこかにあるはずだから当面はヘリの部品集めを目標にしよう。あとついでに燃料も1スタックは集めておきたいな。だが集めたところで操縦は誰がするんだぜ。ああそれなら大丈夫。私が子供の頃ハワイで親父から教わったことあるから。やっぱてめえ特級呪物じゃねえか。だからコナン君を特級呪物扱いすなせめて死神までにしろ。はいマリサに問題です。私たちはヘリの部品を集めに行きたいのにあるものが不足中により探索できません。さてそのあるものとは一体何でしょうか。私への愛情もう持ってるってのこのこの武器だよ武器。なんだよ武器か。武器がなければ戦ができぬってよく言うだろうが。当たり前だな西に戦場行くんだ。腕相撲大会。そんな平和な世の中になるといいな。ただ武器防具がありそうな建物はすでに見当ついてるので今回はその建物に行きましょう。はいはい霊夢ばっかり運転ずるい。私にも運転させろ。霊夢はカーナビ役頼んだぜ。それはいいけど事故らないでよ。ただでさえこの街で動かせる車これしかないんだから。なんだてめえ私のグラセフで培った運転技術なめんじゃねえぞ。ほら見ろこの華麗な反復横跳び。確かそこの病院の先にあったはずだけど。あ、マリサ見えてきたよ。手前の赤い建物か。そうそうここで車止めていいよ。ふうよかった無事にたどり着いて。それじゃマリサささっと探索して帰ろうぜ。よしわかった先行ってるぜレイム。あんた本当に警視総監の娘か。ここは警察署か。随分私たちの世界の警察署とかけ離れてるから気づかなかったぜ。滅んで数十年経った街だからね。昔ながらの警察署ってことなんでしょ。では決して探索開始。警察署っていうぐらいだから武器防具がたんまり置いてあるはず。絶対きっと多分あったらいいな。これでもし武器防具なかったら鼻からアメリカンドッグ食えよ。わーお鼻の穴がアメリカンサイズになっちゃう。どうやら鼻の穴広げずに済むみたい。え？ここが天国ですか？何言ってんだ私たちが今いる街は地獄そのものだろう。これ見てもまだそんなこと言えますの？あらー。しかもほとんどダイヤ装備ですよこれ。一気に防御面は最強になりましたね。地獄の中にも天国ってあるんだな。まあ攻撃手段が弱いのでまだまだ状況は最悪ですけどね。私この街で一生暮らす。お友達ができるといいな。見てマリサクロスボウまであったよ。おうこれでハエも撃ち落とせるじゃねえか。せっかくだしマリサには廃駆除業者に転職してもらおうかな。おう任せとけこの街のハエ一匹残らず駆逐してやるぜ。警察署は大方探索したのでついでに目の前にある建物も行っちゃいましょう。ここってもしかして消防署か？やったそうだここ消防署じゃねえか。滑り棒とか置いてあるぜ。この街にも火災から人々を守る消防士がいらっしゃったんですね。つい感心しちゃいましたよ。消防署がボトルボム隠し持ってんじゃねえよ。何が火災から人々を守るだお前らが脅威じゃねえか。ちなみに消防署にも装備類がそこそこ揃ってました。これで当面は装備に心配しなくても大丈夫そうですね。
それで私たちはようやく探索できるまでには強くなったわけだが、これからどうするのぜ？片っ端から街で部品探してたら1ヶ月以上かかっちまうし。ここはひとまずこの街で一番大きい建物に行こう。もしかしたらそこに部品があるかもしれないしね。大きい建物？ほら着いたよ、ここだよここ。ウッパなんだこの大きさ。おそらく町役場か何かの施設だったんだろうね。いいな、私役場荒らすのが夢だったんだぜ。今日の動画のタイトルは町役場荒らしたったに決まりだな。売れない迷惑系 YouTuber か私たちは。お邪魔してまーす。大随分と内装シャレオツじゃねえか。こんだけ広かったら探索も結構大変そうね。だがこんだけ大きいってことは物資も期待していいんじゃねえか。確かにご飯たくさんあったら嬉しいな。マリタンは何があったら嬉しい？戦車。ヘリの部品どころか熊の人形すら落ちてねえぞ。建物が大きい割にはあまりにも物資がしょぼくねえか。さすがにお宝の一つや二つあってもいいんだけどね。よーし、マリサ役場でキャッチボールすっか。役場でキャッチボールしたった。おいおい、せめてヘリの部品の情報だけでもいいから見つけろよ。このままだと化け物持って帰る羽目になんぞ。成果がねえからって化け物を持ち帰りする奴がどこにおる。あ、もうさっきから化け物ばっかでキリがねえ。団体様が入りました。お、なんだここ本棚あるじゃねえか。ここは少女漫画コーナーかな。じゃあこっちは少年ジャンプコーナーですね。おう、なんだ宝の山じゃねえか町役場。こいつら全部持って帰って拠点に漫画コーナー作ろうよ。いいな、大賛成だぜ。僕のヒーローアカデミアはあるか。スペイファミリーと僕のロブコなら。おいおい、三次元の誘惑ねえじゃねえかよ。頭痛回線で我慢しろ。お、マリサ無線機があるよ。なんだ誰か話しかけてきてるぞ。もしかしてこの街に生き残りがいるんじゃねえか。急に物語進みますやん。でも何十年も前に滅んだ街によく生き残ってましたね。どうやら話を聞く限りとある家に閉じ込められてて助けてほしいみたい。ふむ、もしかしたらその生存者がワンチャンヘリの部品について知ってるかもな。私はそいつ助けてもいいと思うぜ。でもこの救助信号自体が罠の可能性があるからね。装備や食料を万全にしてから行ってみましょうか。オッケーだぜ。さて早速その生存者を助けに行きたいところですが、この時間帯は化け物が活発化してしまうので一度帰って朝にしましょう。いやーん。ただいまっと、マリサ石炭ブロック集めてきたよ。であれマリサどこにいるんだ？あ、すまんすまん、地下で鉱石採掘してたぜ。めっちゃマイクラしてますやんけ。拠点がだいぶ快適になったのは嬉しいことだけど、問題はこの飛んでる化け物の対策をどうするかなんですよね。そいつら普通に上から拠点に侵入してくるんだよな。私としても大変困ってる状態だぜ。もういっそのこと庭まで全部壁と天井立てちゃってもいいかもね。朝になったので早速生存者がいると思われる家に来ました。紫の家って言ってたし、ここに閉じ込められてると思うけど。てかここ私たちの拠点から徒歩数秒の距離だったんですよね。なんだ私たちのご近所さんだったのか。ご近所さん捕まってて受ける。ほら助けに来てやったぞご近所さん。おっと、体がお宝に吸い寄せられちまった。ご近所さん強そうな弓持ってんけど。救助手数料だ、ありがたく受け取っておくぞ。あ、いたいた、あなたがさっき無線で話した生存者ですか。おい、ほらもっと武器よこせ。てめえが武器を蓄えてるのはもうバレてんだぞ。コーナーや武器を渡すまでここから出させねえからな。レイム、私ごと鉄道でここ閉めちまえ。わかった。がー、かっかっか、これで私とお前は外に出れなくなったぞ。これ私も閉じ込められてね。バカなの？ふむ、残念だ。レイム、どうやらこのおっさんもヘリの部品の場所はわからないみたいだぜ。なんだよ使えねえな、もっとマシな情報よこしやがれ。レイム、私たち強盗しに来たみたいだぞ。だが一つ情報手に入れたぜ。どうやらこの町の付近にも人が住んでた形跡があるみたいでな。そこになら何個かあるかもしれないってよ。それじゃその場所に行けばいいんだね。ただこのじいさんもその場所まではわからねえみたいだ。だがこの町のどこかに町の地図が隠されてるみたいでな。その地図があや人の住んでた形跡の場所まで行けるみたいだぜ。なるほど、結構道のりは長そうだね。動揺して火炎瓶落としちゃった。近所さんやけ殺す気かてめえ。ということで脱出の手がかりを見つけたところでここまで。さてさていかがだったでしょうか。次回から本格的にヘリの部品を探しに行くから頑張ろうねマリサ。思ったより早めに脱出できそうでよかったぜ。それでは今回はここまで。霊夢、ちょっと見てくれだぜ。今度は何やらかしたの？ゾンビの頭かぶってみた。ダンボールやないかい。まったくダンボールかぶって何型の？しゃあ私もだったわ。なんだお前その姿面白すぎるだろ。私も笑っていいか？はいはい、どうも。現在は拠点の裏庭の安全確保してるところです。この家の裏庭地味に広かったので、ここに畑でも作ってやろうかなって。ちなみに私は地下で鉱石採掘してるぜ。お互い普通にマイクラ楽しんでますね。安全確保って言ってもただ柵設置するだけなんですけどね。これだけで地面歩いてる化け物は入ってこれないでしょ。先生、地面歩いてない化け物の対処は蝶々だと思って無視しましょう。最近の蝶々って肉食べるんですね。食べるっつうよりは血を吸われる感じ。ただのでっけえかじゃねえか。空いてる時間は私たちが暮らしてる自然豊かな拠点を少しずつ立て直しましょう。いつまでも拠点の中で自然感じたくないもんね。そうか、観葉植物としてインテリアにぴったりだと思うが、実は一部の天井穴が開いてたので葉っぱで補ってる状態なんですよね。なんだ家の中で冬感じると思ったらそれか。いい加減家の中で春を感じたいもんな。よし、裏庭の安全確保完了と。畑作るには十分すぎるスペースですね。おう、そっち終わったかレイム。ダンボールの化け物。なんだやればできるじゃねえか。よし、私も手が空いたし畑仕事手伝ってやるぜ。感謝しろよ。その前にいつまでダンボールかぶってんだよ。ダンボールが畑仕事してるの動画的にシュールだろ。いい加減脱ぎなさい。だって家の中寒いから防寒対策で。あ、ごめん、すぐ直す。
それで今日のスケジュールなんだけどさ、前回に引き続きヘリの部品を探して脱出図りたいわけだけど、その前に隣で釣りを眺める段ボールの図がシュールすぎるからどうにかしろ。あ、ごめんごめん。それで今日のスケジュールなんだけどさ、前回に引き続きヘリの部品を探して脱出図りたいわけだけど、ここ最近は街の中探索してたから今日は街外れに行ってみよう。ウッキー。猿の縄張り争いを見たところで早速探索の準備します。と、そうそう、これ私もつい最近気づいたことなんですけど、以前探索した家のチェストやロッカーをもう一度漁ってみたら物資が復活してたんですよね。それってつまり家のチェスト漁っても時間経過で戻るから取り放題ってことか。いえ、いくつか条件があるみたいで、例えば武器やバリケードみたいな貴重な物資が入ったチェストはリセットされないみたい。まあそんな甘くはねえよな。あとは基本壊したものもそのままになるみたいだよ。つまりクマの人形や車のおもちゃみたいなガラクタなら無限に集め放題ってわけか。この類のチェストは食料もあまり入ってないから食料問題が解消されることもないし、あまり今の私たちの生活に影響ないね。私たちが今後車のおもちゃや熊の人形を無限に欲しがる時があんのかな。無限におもちゃ欲しがる時があったらきっと私たちその時やんでますね。ええねえ。まあでももしかしたら役に立つ時が来るかもしれないし、こんなガラクタでも集めるだけ集めといて損はないよね。なんだこの歯ブラシ4人家族セット。それでは早速町外れの方に行ってみましょうか。確か前回入手した情報によると町外れにもヘリの部品があるっつってたな。でも地味にここ広いんだよね。一応ここは海に囲われてる島になっているんだが、私がざっと事前に調べたところ想像の10倍広かったぜ。東京ドーム何個分。テレビでよくそのフレーズ聞くが、お前はそれでイメージつくのか。東京ドームが入るだけそれは大きい。当たり前だろブアカが。あれ、話に夢中で気づかなかったけど建物見えてきたよ。ここは一体どうやら船を止める場所だったみたいだね。船が残ってくれたら助かったんだが、さすがに残ってねえか。ろくなアイテムもなさそうだね。なんだよ、はるばるここまで来たんだからお土産の一つや二つあってもいいのに。町から車で2分の距離だけどな。ん？なんだこの階段。お？お？お？あれってもしかして灯台？マリサビッグニュース灯台らしき建物あったよ。ってあれマリサどこ行った？おい霊夢、そんなことよりここ宝の山だぞ。何、ヘリの部品でもあったの？タルだ。なんて？町は化け物だらけでタルゲットする余裕なかったからな。化け物の少ないこの場所ならタル集め放題で拠点に簡易的な倉庫ができるぜ。クラフトすりゃ良くない？バッケロン野生のタルだからこそ価値があるんだろうが。いやでも所詮タルだし。野生のタルだぞ。いやでも野生のタルだぞ。確かに言われたらお宝に見えてきた。やっぱー、宝の山だー。うわ、ほんとだ、灯台じゃねえか。もしかしたら貴重な物資が残ってるかもしれないし、ささっと探索してみましょうか。お馬さんだー。定期的にIQ 下がるくせ、いい加減直せよ。これ私の癖だったんか。まったくこっ、マリサー。あれ、マリサ生存者がいるよ。なに？まさかこんなところにも生き残りがいたとは。もしかしたら私たちが知らないだけでもっと生き残りがいるのかもね。おやべえぞ、化け物の数が増えてきたぞ。どうにかその灯台に入らせてもらえねえのか。この生き残りがいるには板チョコ5枚持ってきたら入れてやるって。板チョコだな、オッケー、わかったのぜ。よし入ろうか。何がオッケーなん？いいか、話を私に合わせろよ。おっちゃんお邪魔してますね。うわ、お前らどっから入ってきた？板チョコもらってねえのに何勝手に入ってきてんだ。安心しろ、私が板チョコだ。あ、そうなの？板チョコ見たことないのかな。お邪魔の許可いただいたので少し探索してみましょうか。なあ、灯台ってことは投稿発したら近くを通った船が気づいて助けに来てくれるんじゃねえか。ヘリを直さなくても脱出さえできればいいんだからよ。私もそれ考えてたんだけど、おっちゃんが言うにはこの灯台壊れてるんだって。なんだ、絶望よくこの手に詳しい専門家連れてこねえと直せねえのか。期待して損したぜ。なんか適当にいじったら治ったわ。お前悪いことは言わねえからその道で食っていけよ。でもこの地域が化け物に支配されてから近くを船が通らなくなったみたい。だから船で脱出には期待しない方がいいね。まあ少しでも脱出の希望が見えるなら今はそれだけで十分だぜ。ふう、無事お馬さん安全に連れてこれてよかったよ。でも外は危険だから基本室内で飼わないとね。まだ安全面の強化をする必要があるか。よし、わかった、ここは私が人肌脱ぐとするか。何、どうするつもりなの？なあ、に大したことはしないのぜ。私は少しばかり拠点の改築に取り掛かるから、霊夢はそれまで物資集めといてくれ。オッケー、任せといて。めっちゃセキュリティ強化されとるやんけ。えん、ちゃんと施設も作っといたから装備もガチガチにできちゃうぜ。マリサもうこの街で暮らしていけるって。ただすまねえ、改築中に少し問題が起きちまってよ。ベッドが一部家でしちまってんだ。こんなん上半身だけ凍えるって。ということで私の知らない間にセキュリティ対策が進められてたところで、ここまで。次回でヘリの部品集めの旅に出るつもりだよ。いよいよ本格的に探索が始まるのか。5つもパーツ必要だから早めに見つけておかないとね。それでは今日はここまで。次回もまた見てね。マリサ、私すんごいものゲットしちゃった。おう、金目のもの以外だったら段ボール食わせるからな。これなんだと思う？ん？なんだ、段ボールにしか見えねえが。クソ、なんだこれ、前が見えねえよ。その段ボールを今すぐ脱げや。実はこれグロウストーンなんですよ。ほら、壊すと電球出てくるし。すまん、何を言ってるのかわかんねえぞ。だから段ボール脱げや。脱いだところで脳がこの状況受け付けねえっての。だが面白いな。そうだ、せっかくならこの世界のネザーどうなってるのか見に行かねえか。ちょうどさっき黒曜石掘ってきたし。あら、準備がお早いことで。それじゃ視聴者さんも気になるだろうし、ちょっくら地獄行ってきまっか。霊夢、地下にゲート作ったから準備ができたら来てくれだぜ。オッケー、もうそ
そっち向かってるよ。ちゃんと火打ち石という名のライター持ってきたからいつでも行けるよ。ライター片手にゲート開くのできる大人みてえでかっこいいな。なるほど、だから社会人みんなライター持ち運んでんのか。わーてめえそろそろ段ボール離れしろよ、びっくりするわ。離れみてえに言うなよ。それでマリサゲートはどこ？さっきから姿見えてないけど。これだよこれ、お前の目には何が映ってんだ。わかるわけねえだろ、迷彩服でも着せたんか。ということで地獄にやってきました。パッと見バニラ世界のネザーと変わってない様子ですね。うっぱバニラモブ久しぶりに見たな。久々に会ったバニラモブがガスとか。どうせならクリーパーとかが良かったよね。私ビンディケーターが良かった。バニラでも中盤以降じゃないと見ないやつ。マリサにてピグリン要塞あったよ。おーピグリン要塞でこんなに嬉しく感じるのは初めてだぜ。久々に見たバニラの建造物だもんね。よしここまで来たんだし久々にピグリンの顔も見に行こうぜ。久々に地元に帰ってきた友達か。おーこの緊張感。これだよこれ、いつピグリンに食われるかわからない生徒死の狭間にいるような感覚。この狭間にいる時がいっちゃん気持ちいいんよな。わかるわ、私も興奮が止まらね。ここまで快感求めてねえよクソが。まずいアイテムロストしちまう前に急いで取りに戻らねえと。何か武器は残ってねえか。レイムスマン、私も武器が壊れそうだ。ついでに武器持ってきてくれ。任せろ、拠点にあった武器二人分持ってってるからよ。おーすまねえな、助かるぜ。でも今拠点にまともな武器置いてなかったからバットと野球ボールだけど。野球しに行くんじゃねえんだからよ。その後無事アイテム回収して拠点に帰宅したら不審者がいました。よーレイム随分遅い帰りだったな。すみません、私のマリサを返してください。さて前回畑を完成させたので食料問題は無事解消されましたと言いたいところですが、このパン腐ってんのか知らないけど食べてもすぐお腹すくんですよね。元からそういう仕様じゃねえのか。単に私の勘違いかもしれませんけど、あと食い方きったねえし、なんなんこの食べ方、ハムスターでももっと美味しそうに食べんぞ。だったらパンの代わりに量産できる食料とかねえのか。そうだ確かキノコあったからキノコシチューでも作ろうぜ。これ食べる気になれます？こんなに綺麗な毒キノコは私も初めましてだぜ。風邪ひいた時のマリサみたい。風邪ひいた時の私こんなひどいかな。あと他にも何か作れるものがないか調べてみたんですけど、この世界のケーキ、車のおもちゃとボトルゴムでできるみたいです。そうだたけしでももっとマシなケーキ作るの。なんでフルネームで言ったん。あでも質より量で良ければパンより優れた料理すぐ作れますよ。もしかしてクッキーか。確かにクッキーなら量産はたやすいけどよ。隠し味はクマ三人用です。おいバカやめろ、私にクマ三人用食えってのか。それで今日はどうするぜ。そろそろヘリのパーツ一つや二つ見つけておきたいところだが、実は前回の撮影後こっそり一人で街探索してきてですね、何箇所か怪しいところをすでにマークしてきたので、そちらに向かいましょう。おーなんだ随分準備がいいじゃねえか。2024年の私の目標できる女になることですから、まずは些細なことからでもと思いましてね。この動画いつ投稿されてるかわかりませんけども。おーそうか。じゃあまずは見た目を変えるところからスタートだな。今の私の姿なんだと思う？ただの山賊だな。2024年は山賊で生きようと思います。できる女はどこ行ったんだよ。お前がそれでいいなら私は止めねえけどよ。ところで山賊ってなんだ？お前そろそろいい加減にしろや。だって山賊なんて実際に会ったことないもん、イメージつかない。マリサはそこで何してんの？ストンに押されて壁の中に埋もれちまったんだ。助けてくれ。それが2024年のマリサの目標。それでお前がマークしてる場所ってどこにあるんだぜ？着いたよ、この病院の隣にある建物。最初はただの給水塔かと思って無視してたんですけど、どうやらここ登れるようになってたみたいでして。でも仮にここが給水塔なら登ったところでなんもなさそうだけどな。私も最初はそう思ってたんですけど、ここ誰かのお家だったみたいです。なんとも男子が喜びそうなシチュエーションだな。おいレイムヘリの部品あるじゃねえか。おお？これで1個目ゲットだね。このヘリの部品で今はっきり分かったけど、ヘリの部品は木箱チェスト限定で置かれてるっぽいな。今まで家の引き出しやロッカーあさっても1個も見なかったし。そうなると木箱チェストが置かれてそうな建物を重点的に探す必要があるか。今まで発見した木箱チェストから察するに普段通らない場所に置かれ。おいレイムこの段ボールきっと鉱石ブロックだぜ。それならまた私一つ心当たりあるよ。前々回訪れたこの町役場、あれでもここすでに探索して何もないって判断に至っただろ。今さら探索してどうするんだぜ。逆に何もないことにずっと何か引っかかってたんですよね。不思議に思わない？こんだけでけえのにお宝が何一つないなんて。動画映え。確かに一番の宝だわそれは。だが確かに隠しチェストの一つや二つ置いてありそうだな。私の鼻も感じてるぜお宝を。それで信じた結果がでっかい腐肉だったけどね。勝たねえだろ私花粉症なんだから。それ感じてたの宝じゃなくて花粉じゃねえ。おいレイムこっち来てみろよ。うっぱきっも。これ中に何体張り付いてんだ。そんなん直接確認すればいいだろ。どうやって？そりゃ普通にここ開けて。わぁ。この正真正銘のお宝。お邪魔してます。相変わらず化け物の数が尋常じゃないですね。いきなりダイナマイトおばさんが歓迎してくれてるしな。きっと化け物になる前いろいろストレス抱えてたんでしょうね。キャピ、そういえば前回この部屋チラッと見ただけで探索してなかったな。ワンチャンここに隠し部屋あるんじゃねえか。他の部屋探索してたけどそれらしき部屋なかったしね。もしお宝があるとしたらこの部屋にあると思うけど。あれマリサこれよく見たら上登れそうじゃない？なんだ本当に実在したのかお宝部屋は。そんなラッタ感覚で探してたんかよ。この辺ぶっ壊して上に登ってみるか。親方空から化け物が。ラピュタ確定演出じゃねえか。本当だレイムの言った通り隠しお宝チェストあったぜ。ほーら見たことか。空から女の子が降ってきたらそこにラピュタはあるんだよ。いつまでジブリネタ引っ張ってきてんだ。それではお宝オープン。てめえラピュタ舐めてんじゃねえ。反対側にもお宝部屋があったのでこっちにパーツがあることにかけましょう。それではお宝オープン。私の中のラピュタが滅びました。でレイムがマークしたところはもうねえのか。このままじゃヘリのパーツ全部集めるのに半年はかかっちまうぜ。1ヶ月に1本投稿ペースなら全然苦しくないけどね。編集者に聞いてるんじゃない。おかしいな、確かこっち方面にも気になる建物があったんだけど、ごめん私たちの墓場に着いたみたい。どこにマークしてんだど畜生が。おやべってバイオハザードみたいなこと起きてんぞ。うるせえ声を上げるな、化け物が寄ってくるだろうが。そうだけを消すために道端の石ころになりきるような妖怪だぜ。
石ころさーん。うちのマリサの裏作業のおかげで現在物資があり余ってる状態なので、この世界限定の作業台でエリトラ作ってみようと思います。空から探索できれば今より効率的にヘリの部品探せるしね。はい先生。なんだねマリサくん。そのままエリトラで脱出すれば。はいちょっと脳みその方いじらせていただきますよー。あれ今私は何言おうとしたんだっけ。小6までおねしょしてた話。そうそう私実は小6までおねしょ。確かジョンの家に作業台があったはず。お、生きてたんかジョンなんか敵対してない?私も一度様子見に会いに行ったらずっとジョン敵対してるんだよな。もしかして私が一度殴ってからずっとこの状態ってこと?よっぽど殴られたのが憎かったんだろうな。でもジョンが今いる部屋に作業台あるからな。外にも作業台あるけどここが一番安全性高いんだよね。一回ジョン外に追い出さねえか。マリサ忘れてると思うけどここジョンの家。オッケー家主閉じ込めた。ネーム忘れてると思うがここジョンの家。花火はバニラのレシピで作るとして、問題はこのエリトラか。エリトラを作るには金インゴット10個と火打ち石が必要みたいですね。その火打ち石を作るためには鉄インゴットと蜘蛛の目が必要と。鉄インゴットはともかく蜘蛛の目なんて拠点にあったか。どうだろう。あまり蜘蛛の目見てないかも。けど確か蜘蛛の目って家のチェストに入ってることあるよな。絶対使わねえと思って今までガン無視してたけど。それと化け物からも結構な確率で蜘蛛の目ドロップするみたいだね。私とマリサの分のエリトラ作るには最低蜘蛛の目10個集めればいいから。まあそんなに時間かからずに集まりそうかな。それじゃ私は家のチェスト片っ端から漁っていくぜ。じゃあ私が消去法で街中の化け物駆除ですね。私の方が危険すぎません。てへぺろ。みじんも可愛くねえよ。いやー。あれ?全員集合。おうなんだ何か見つけたのか。いやーそれが聞いてくださいよ。私たまたま屋上に登って踊ってたらお宝らしきものを発見しまして。今だけはその意味ない行動に感謝してやろう。それで霊夢一体どこにいるんだ。交差点前のビルの屋上にいるんだけど。おうどこだどこだ。あいたいたマリサ上。どこだどこだ。上上上にいるよ。どこだどこだ。上にいるっつってんだろ見上げろや。上上にいるのは化け物だしな。誰が化け物だてめえこの野郎。ルッパ本当に化け物いんじゃん。ほらあそこいかにも怪しくない。ほんとだよく見つけたなレイム。ただ見つけたのはいいんだけど向こうに行く術がないんだよね。術は自分から手に入れるもんだろ。物理的に手に入れてますやん。私が道作るからレイムは空飛ぶ化け物の対処頼むぜ。道作ってる時に襲われちゃたまったもんじゃないからな。私が突き落とす可能性は考えなかったの。大切な友達を疑うわけねえだろ。やめてそれめっちゃ心が痛むから。ふう無事襲撃受けることなく渡れましたね。珍しいないつも飛び回ってる化け物がこういう時に限って現れないなんてよ。何してんだこいつ。から囚われてますね。かわいそうに私が今逃がしてやるからな。お宝オープン。おマリサ地図入ってたよ。そいつが町外れにあるヘリ部品のありかを示す地図か。これは大収穫ですね。ワンチャンヘリの部品以外にも町にはない物資とかありそうですし、資材集めの幅が広がるな。ぶっちゃけ食料以外の物資は暮らしていけるレベルで足りてますけどね。おかしいなこの地図によると森の中にあるっぽいですね。森の中っつったら車じゃ移動できねえし化け物がいる中進むの困難だと思うが、蜘蛛の目早急に集めましょう。意味なし。あれから探索と化け物の討伐を続けて無事蜘蛛の目が集まりました。なんなら6人分のエリトラは作れちゃいますね。まあ拠点のチェストに20個入ってたんだけどな。はいはいジョンさんお邪魔しますね。エリトラだけ作ったらすぐ帰りますので。その肝心のジョンさんはどこにいるんだ。え私その部屋に閉じ込めたはずだけど。ジョンいないなら家の物資もらっていこうぜ。てめえには人の心ねえのか。蜘蛛の目と鉄インゴットで火打ち石ゲットして、その火打ち石に金インゴットを組み合わせればついにエリトラの完成。これで探索もだいぶ楽になるな。とエリトラをゲットしたところで今回はここまで。さてさていかがだったでしょうか。現在私とマリサでやってほしいゲーム募集中なのでぜひコメントください。マリサさん。おうなんだどうした。私の目が正しければベッドが半分家でしてるように見えるんけど。あーすまん朝起きたらそうなってたぜ。寝相が悪いどころのレベルじゃねえぞこの眠る厄災が。いや地面で寝ろっていうのか。降ったけんな私は姫様だぞ。寝るな姫。眠り姫の生き方否定すんなよ。というわけでどうもどうも。前回から裏作業を進めて主にマリサさんが畑を拡張してくれました。いやさすがに広くしすぎでしょ。この世界で生きていけるじゃん。前回からどんだけ期間空いたと思ってんだ。そりゃ裏作業する時間も嫌でも増えるだろうが。ごめんしゃい。さてさて今回は前回の探索で手に入れた地図を使って道の場所に行きましょうか。その赤い丸い点が書かれてるところにヘリの部品があるんだぜ。情報通りならね。ただ武器や食料がたんまり置いてあるのは確かみたいなのでね。どの道向かっても損はないかと。方向的にはこっちかな。役所の反対側だな。本当にこっち方向で大丈夫なんだぜ。この辺り建物が一軒も見当たらないが。大丈夫任せて。私の学生時代のあだ名カーナビだったから。うわ本当にそれっぽい場所に着いたぜ。私のカーナビまだご健在みたいでよかったよ。中古でもまだまだ使いどころがあるってことか。あれがババアだ。そこまで言ってねえよ。この場所はトンネルみてぇだな。あちこち風化が目立ってるから崩壊する前にさっさと探索して切り上げようぜ。下手すりゃ私たちぺったんこだぜ。ぺったんことかマリちゃんかわいい。お。マリサこっちに小さな部屋があったよ。なあんだこの兄弟の数。マリサこっち来て。おうなんだどうしたレイム。うっぱ気持ち悪。なんでこの部屋だけこんな固まってんだ。なあこいつら何かを守ってる感じがしねえか。なあある。こんだけ大勢で守ってるってことはそれ相応の何かが隠されてるってこと。ほうつまり。ワンピースはここにあったんだ。
マリサ手袋でヘリ動くかな。大嘘だな。ツッコめや、うわ霊夢見ろ、弱な空いてるぜあそこ。きっと風化で崩れちゃったんだね。私たちも落ちないように慎重に進まないと。いや霊夢よく見たら下に進める道があるぜ。気づかないよそんな場所。マリサよくそんな道見つけられたね。私は初めから気づいてたからな。本音は足滑って落ちただけだぜ。自己申告制どうもありがとう。このトロッコで進んだらいいのかな。おい新しい場所にテレポートしたみてえだぞ。さっきのトンネルと繋がってるみたいだけど、私たち今どこにいるんだろう。おい霊夢ここってもしかして。そうじゃんこの感じマリサが言ってたあの場所だよ。ヘリの部品ちょっと待て情報量が多すぎるだろ。地図に書いてた通り本当にヘリの部品があったんだぜ。にしてもまさか採掘所に隠してあるなんて。普通に探してたら見つからないよ。まあヘリの部品もゲットできたし化け物も多いからさっさと帰ろうぜ。マリちゃん化け物怖い。おっとこんなところに野生の鉱石が。マリサ化け物は。オーケー始末しといたぜ。さっきまでの乙女どこ行ったんだよ。にしてもひどいね採掘所。下にもまだ未探索エリアがあるみたいだな。もう一つヘリの部品があるかもしれないし行ってみましょうか。いやいや下は化け物だらけだぞ。危険だぜ。それに一つのエリアに重要パーツが複数置かれるとか展開的にねえだろ。無事最下層まで着きました。うわある程度探索してみましたがヘリの部品はもうなさそうですね。花火は地味に助かる。だーから言ったろ展開的にないって。ドラゴンボールだって同じ場所に複数置かれないだろ。言論がアホな可能性だってあるじゃ。無事帰宅しました。これでヘリの部品は残り3つとなりました。この調子で探していけばすぐ5つ集まりそうですね。やったねマリちゃん。もうすぐ帰れるよ。そりゃありがたい話だぜ。半年以上この世界に閉じ込められてるからな。投稿頻度遅くてごめんって。この流れでどんどんヘリの部品集めていきましょう。次の目的地は山を越えたあたりみたいですね。よかったな前回エリトラゲットしておいて。危うく徒歩で登山するところだったぜ。飛んでみて分かったけど地味にこの島広いんですよね。いいじゃねえか。こんだけ広かったら子供たちも楽しく遊べるじゃねえか。どうだ後でかくれんぼでもすっか。いやー雨溶け片方行方不明になんぞ。とどうやら目的地に着いたみたいですね。なんだぜこのポツンと立ってる一軒家は。マリサこっちから入れるみたいだよ。こんだけ人気のない場所だったらジョンの他に生存者がいるかもね。ジョン落ち着け。そいつはジョンじゃねえってか。ジョンとっくに死んでんだろ。地下に降りるはしご発見。秘密の組織の入り口みてえだな。アンブレラ社的な。予算が足らなかった世界線のアンブレラ社だな。うっおいきなりタックルやめろバカ。どうやら地下は迷路になってるみたいですね。私方向音痴だから迷路苦手なんだよね。おい霊夢見ろよそこ壊せば進めそうだぜ。ちらっと化け物見えたからこっそり開けて後ろから襲撃しましょうか。宗教かな。何やってんだこいつら。先ほどの宗教滅ぼしたらお宝部屋発見。きっとこの中に宗教のお宝が入ってるに違いない。きっとこの中に宗教のお宝が入ってるに違い。きっとこの中に宗教のお宝が。あったあマリサさんにクエスチョン。帰り道に拾ったこのブロック何に見えるでしょうか。おうなんだぜこれ。心理テスト心理テスト。見え方によってその人の性格がわかるんだよ。そうだな。パッと見アナログテレビに見えなくもないが。ふむふむなるほど。アナログテレビを選んだあなた。きっとテレビ好きなんですね。次のヘリの部品探しに行く前にずっと気になってたんだけどさ。この鹿さん、ワンコさん、はいつ飼い始めたの？拠点強化してる最中に勝手に入り込んできたんだぜ。こいつそこから微塵も動かねえからそのまま放置してるが。これはもう帰ってことなんでしょうね。追い出すのもかわいそうだし要望通り名前つけて飼ってあげましょうか。だったらちょうどいい名前考えてるぜ。私が将来子供を授かったらその子に名付けようとした名前だぜ。へえいいじゃん。マリサ乙女なところあるからかわいい名前なんだろうね。そんな恥ずかしいから期待するなよ。今日からお前は、哀れだ。子供泣くぞボケが。引き続きヘリの部品探しに行くぞと言いたいところですがその前に寄り道を。なんだどこに行くつもりだぜ。着いたよこの場所。ここってパート2で訪れた小屋じゃねえか。確かセーフゾーンの一つだったよな。前回来た時は資材が枯渇してたから何もできなかったけど資材が集まった今なら家具作れちゃうかなって。なるほど私も地味に気になってたぜ。指定されたアイテムをクリックすればいいみたいですね。おお？どんどん吸い込まれてる。だがそこそこ資材消費するな。持ってきた資材だけで足りるのぜ。大丈夫大丈夫ちゃんと必要分の個数メモしてたか。この近くにアコムあったっけ。その前に一発ぶん殴っていいか。電池調達だ。おい待て同音だけ重なってんだよ。今更ですけど教会を発見しました。すげえ、内装はかなり本格的だぜ。私らの家より綺麗じゃん。教会なんて夜機会めったにないしせっかくなら遊んでいこうよ。バカ外は化け物だらけなんだぞ。そんな余裕ある過去の過ちを告白して懺悔せよ。はい、実は私先ほど必要個数をメモしたとマリサにお話ししましたが実はメモなんて一切してなかったんです。神様どうかお許しください。神様はこうおっしゃっています。3回回ってワンと吠えたら許しましょう。ありがとうございます。ワン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 。2階に登ったらヘリの部品がありました。たまたま寄ったところで手に入ってラッキーだったぜ。これであと一つ集めればヘリ動かすことができますよ。時間的に残りの部品探しは次回行こうかな。あれから探索続けて必要分の資材を集めてきました。これで家具が設置できるんだぜ。まあ全部は作れないのでテレビだけですけどね。それでは集めてきた資材を捧げてっと。おーなんこれ。おいおいこのテレビ後ろ向きじゃねえか。こんな時にバグかよ。おいごらこっち向けやポンコツテレビ。は本当に振り向くなよ利口さんか。なんでテレビが感情抱いてんだよ。でもいいな私たちが集めた資材でテレビ作れたんだな。コツコツ資材集めといてよかったね。
でももう満足かな。というわけでヘリの部品3つ集めたところで今回はここまで。さてさていかがだったでしょうか。もしこの動画が面白かったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。それではここまで、次回もまた見てね。問題です。私たちは今どこに向かってるでしょうか。ヒントは要塞だぜ。さすがにちょっと難しいかな。それでは正解発表。なんと私たち今現在、要塞に向かってる最中なんです。というのもこの世界にエンドは存在するのかと疑問を抱きましてね。エンダーパールもクラフトできるし検証してみたいなって。なあこのまま脱出できんじゃね。バッキャロー何食ったらそんな発想思いつけんだよ。マリサこの下に要塞あるみたい。なんだ結局見つかりそうだな。ここまで来たんだせっかくだしエンドラ倒していこうぜ。大阪に来たんだたこ焼き食おうぜの感覚で倒しに行くなよ。酸素確保しといたぜ。このまま直下掘りしてどっちが早く要塞に着くか競争しようぜ。よし来たレイムちゃん負けないぞ。急にマリサから呼び出しされたんですけど、一体どこに連れて行く気なの？であれこんなところに道あったっけ？お前がいない間暇だったからよ。本拠地からお隣さん家に繋げといたぜ。全国でお隣さん泣いてんぞ。見ろよ2階にちょうど私たち分の個室があるんだぜ。これは俺が死んだらぜひ使ってくれというお隣さんからのメッセージなんだぜきっと。すごい、よくそんな都合よく解釈できるね。頭の中お花畑かな。えってへー。褒めてねえよ。そういえばこの世界来てから自分の部屋作ってなかったしこの際に部屋作って紹介し合うのも面白そうだね。だろだろ。というわけで。ここを、別荘地とする。要塞周回ってこいつ知ってんのかな。そうと決まれば拠点から資材持ってきて部屋作り開始。幸いうちの相方が裏作業を進めてくれたので資材には困りませんね。これが3ヶ月放置された女の特権だぜ。だからごめんって。そういえや拠点のベッドアイテム化できねえかな。確かに拠点のベッドおしゃれだし持ち運べたら便利だけども。でも大丈夫？壊れないかな。なあにこういう時は水流せばどんなもんでもアイテム化するってもん。いろんなもんでもアイテム化するってもん。いろんなもんでもアイテム化するってもん。ベッドさあ。私は地下を探すからレイムは外をくまなく探せ。ちょっと外見てるけどどこにもないよ。うるせえ文句言ってねえで探せ。ベッドのない家なんて巫女を抜いたレイムと同義だぞ。一大事じゃねえか。寝袋があったからこれで代用できるかな。マリサこの寝袋どこまで探しに行ってんだあいつ。ちくしょう。限界高度まで掘り進めたが地下にもなかったぜ。仕方ないしばらくは寝袋で我慢するしかないね。いやだいやだベッドのぬくもりじゃねえと夜しか寝れねえんだレイムのバカもう知らない。おい私置いてくなくそばながカシャ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 この度はこの世界における貴重なベッドをちょっとそこいびきうるさい。どう考えてもシャッターだろ。この世界における貴重なベッドショー。こらそこの化け物こっちみんな。誰が化け物だてめえこの野郎。うっぱ本当に化け物いんじゃん。この世界における貴重なベッドを消失したことを深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。本当に謝る気あんのか。税金泥棒。3回回ってワントナケ。誰がそんな人としての尊厳捨てるような真似できっか。前回の私全否定するんじゃねえよ。それじゃ部屋を決めるぞ。霊夢はこのソファー付きの部屋を自分好みにアレンジしてもらうぜ。壊せない家具を最大限利用して部屋を作れってことね。面白そうじゃん。私はこっちの浴室を使わせてもらうぜ。部屋の広さは私と変わらないね。じゃあおのおの部屋作ってどっちの部屋が良かったか視聴者さんに決めてもらおうぜ。オッケー。でも最終回でする内容じゃないけどね。さて早速作っていきましょう。今回私が作る部屋は一人暮らしを始めたばかりの大学生の部屋をイメージして作ります。というのも私大学生大好物という冗談はさておき個人的に一人暮らしを始めた頃が人生で一番楽しい時期だと感じまして。だって一人暮らしを始めた頃って今日から一人なんだと高揚感が高まったり家具選びや模様替えで無限の可能性が生まれるじゃないですか。それも大学生だと特に友達や恋人とうちで飲み会開いたりゲームできるって妄想しちゃいますよね。かあおはるかよこんちくしょうめ。引っ越したばかりなので段ボールを多く設置してっと。うんうん、いかにも引っ越した感が増しましたね。ほーらもうこれだけで酒が進むぜ。追加で段ボールを持ってきました。あとは日用品とかも置いてより生活感を出したいですね。ぐっへって盛り上がってきちゃー。おーレイム遅かったな。お前の部屋ゴミだらけだったから片付けておいたぞ。まったく私の優しさに感謝して帰ったらビールをおれよなす。すまんまさかあのゴミ部屋素敵な部屋がお前のイメージ通りの部屋だとは思わなくてよ。まあなんだ。お詫びと言っちゃなんだが私にできることなら何でもするぜ。そうだ何か欲しいものはないか。新鮮な大学生。してこいと。できたら東大さんで。どこさんがいいなんて聞いてねえよ。カシャ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 。この度は友人の部屋を荒らしてしまったことをお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。で同じ流れ繰り返してたまるかー。てめえ今日だけでどんだけ世間に醜態を晒させるんだもん。怒ったこんな世界私がぶっ壊してやる。カメラ止めろー。マリサが壊れちゃったので気分転換に最後のヘリの部品を探しに行くことにしました。どこにあるか見当ついてるんだぜ。最後のパーツだけあって今まで以上に大変な場所にありそうだが。実は私裏で島を隅々までエリトラで探索済みなんですよね。前回訪れた隠しエリア的な場所はどこにもありませんでしたけど、一つだけ気になる建造物がありまして。なるほど今からそこに向かうってわけだな。確か方向的には東大方面だったはずだけど。そんなことよりさっきから気になってたんだけどよ。
いい加減この画面直せよ。マリサが暴走したおかげでこっちの画面も壊れちゃったんだよ。どうすんの、視聴者さんが勘違いしてスマホ修理に出しに行っちゃったら。これが新手のスマホテロだな。確か山奥のどこかにポツンと立ってたはずだけど。あ、マリサ見つけたよ。本当だ、確かに怪しそうな高台だな。こんなところエリトラがなきゃ来る気になれねえぞ。中はただの荷物置き場みたいですね。ごっちゃごちゃだけどな。逆にこのごっちゃごちゃ感が落ち着くんですよね。お前さては部屋の掃除苦手なタイプだな。お、引き出しテスト発見。あったおー、やったな。これで目標の部品5つ集まったな。これでヘリが動かせるようになるはず。それじゃやり残したことをやってさっさとこんな島をさらばしましょうか。了解だぜ。5本、皆さんが静かになるまで5分かかりました。一言も喋ってねえよ。お互い部屋は完成したってことでいいんだよね。私はいつでも大丈夫だぜ。それじゃ早速お部屋拝見といきましょうか。とその前に一つ、マリサが部屋完成させるまで暇だったのでこちらの部屋に簡単な武器庫を作ってみました。おお、子供心くすぐるじゃねえか。バットがいい味出してるぜ。この世界装備や武器の見た目が凝ってていいよねこれ。それでどっちから先に紹介するぜ。じゃあまず私ね。私は今回一人暮らしを始めたばかりの大学生部屋をイメージして作ってみました。おお、ゴミ屋敷？全国の大学生に謝れ。大学生全員がこんな部屋なわけねえだろう。おめえの中の大学生どうなってんだよ。でも引っ越した感は出てるでしょ。うむ、確かにそう見えなくもねえが。貴様さては部屋作るのめんどくさいからこのテーマに仕上がったな。次は私の部屋だな。私はおしゃれな部屋を作ってみたんだぜ。あら、かわいいじゃん。ちなみにこの本は何なの？そいつは私の日記帳だぜ。少しでもこの街の現状を忘れないようにメモしておこうと思ってな。へえ、マリサのくせにいい心がけじゃん。この街に来てそれなりにたくしびっしり書かれてんだろうな。ゾンビ観察日記1日目。私の母ちゃん警視総監って言えば霊夢も言うこと聞いてくれるのぜ。2日目、ゾンビはどうやら昼でも外で活動できるみたいだ。3日目、夜になるとゾンビは目が結膜炎になるみたいだ。え？続きは？三日坊主が日記書けるわけねえだろ。おーおーい、私の三日分の努力を燃やすな。これで哀れともお別れですね。短い間だったけど世話になったな哀れ。壁壊しておくから私たちがいなくなっても生きるんだよ哀れ。にしてもネーミングセンスひってえな。必要分のアイテム持ってヘリのある場所に向かうよ。これでお家に帰れますね。やっとこんな島からおさらばできるんだぜ。そうだ、その前に少し寄り道を。役場？こんなところに来てどうするんだぜ。役場に資料室があったから町が滅んだ証拠でも見つかるかなって。なるほど、証拠集めだな。だがこれといった資料は置いてなさそうだぜ。うん、少しでも証拠になりそうなものを片っ端から集めるしかないか。ひとまず最低限の資料は確保しました。これをしっかり持って帰りましょう。バイオハザードだったら証拠が持ち出されないよう始末されるのがオチだけどな。この町には私たちしかいないんだから気にしすぎだよ。だって自分で証拠隠滅しちゃった。無事にヘリの場所までやってきました。これなら少し修理すれば飛べそうなんだぜ。霊夢部品は全部持ってきたな。私がこいつをいじってみるぜ。わかった、お願いね、マリサ。よし、これで飛べるようになったはずだぜ。さすがマリサ、こういう時に限って頼もしくなるんだから。それじゃ我が家に向かって、はず。いやあ、ようやくお家に帰れるな。いろいろあったけど無事に生還できてよかったね。でも意外だったよ。マリサヘリも操作できたんだね。ハワイに行った時親父から教わったんだ。どこの死神名探偵だ。そういえば霊夢。おいバカ、こっちみんな前見ろ前。手首の角度どうなってんだよ。私の母ちゃん警視総監。関係ねえだろボケが。そうそう、これからどうするのかなって。このまま無事に帰れましたで終わりじゃないんだろ。そうだね。とりあえずあの島の現状を世間に公表しようかなって。証拠もゲットしたし、これを公表したら嫌でも信じてくれるでしょ。そうだな。あのまま放置してたら私たちの大陸まで広がりそうだしな。一刻も早く解決するべきだぜ。え、なに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 地震？いや、どうやら飛行機の故障みてえだ。おい霊夢、しっかり捕まってろよ。なんだよこのヘリ、直ったんじゃなかったの？さすがにヘリの直し方までは親父から教わらなかったからな。ふっざけんな、ヘリの部品はめるだけだったでしょうが。それがよ、どこにはめればいいかわかんなかったからよ。後ろに積んでおいたぜ。バカなの？え？バカなの？ってさっきより揺れがひどくなってるよ。ダメだ、もう墜落する。